元 F1 ドライバーであり、ルマン24時間レース優勝経験もあるヤン・ラマースは、今季前半戦に物議を醸したマックス・フェルスタッペン、レッドブルの無線更新について、ドライバーとしてマックスを愛しているなら、これを我慢しなければならない。これもマックスだ、と語った。今でこそフェルスタッペンが F1 界最強ドライバーの名を欲しいままにしているが、 オランダ人ドライバーは長く F1 で活躍できなかった。父オス・フェルスタッペンだけが F1 の表彰台を経験した唯一のオランダ人であり、優勝者はゼロ。マックス・フェルスタッペンが勝った2016年スペイン GP が、オランダ人による F1 初優勝であり、このマックス・フェルスタッペンがオランダ人唯一のグランプリウィナーである。ただ他のレースで実績を残しているドライバーはいる。 その一人がヤン・ラマースである。ラマースは散発的ながら F1 の決勝レースに23戦出走し、一度も入賞を果たせなかったが、1988年のルマン24時間レースでは総合優勝を経験。全日本 F3000 でも勝利を手にしている。今では、F1 オランダ GP のスポーティングディレクターを務めている。そのラマースが、 無線で暴言を吐くマックスフェルスタッペンについて試験を語った。フェルスタッペンは無線でたびたび暴言を吐いてきたことが知られている。特にハンガリー GP ではエンジニアを罵るような発言があり、議論の的となった。これについてラマースは、聞きたくはない内容ではあるものの、フェルスタッペンを応援するなら仕方のないことだと語った。レースファンであり、 レースを見ているだけの消費者だったら、マックスのそんな姿を見るのは嫌だ。多くの人も残念に思っていると思うそうラマースは語った。でもその一方で、それがマックスの原動力であり、我々が彼を高く評価している理由だ。しかし、原動力が強すぎることには、マイナス面もある、優れた勝者が必ずしも最高の敗者になるわけではない。そしてもちろん、 マックスはこのレース、ハンガリー GP で多くの問題に対処しなければいけなかった、我々は本当に何を望んでいるのだろうか彼に原動力を与え、勝利のために全力を尽くしてほしいのだろうかそれとも結果には無関心で、まあ2位や3位でもいいや、という態度をとってほしいのだろうかもちろん、我々はそれを望んではいない。 率直に言ってマックスがこんな風になるのは見たくないが、マックスをドライバーとして愛しているなら、それは我慢しなければいけない。これもマックスだ。誰もが良い面と悪い面を持っている。今回のことを悪い面と言うべきかどうかは別として、バランスを考えれば、誰かを愛することはできる。一方でラマースは、ハンガリー GT でフェルスタッペンに対する、 レースエンジニアのジャンピエロ・ランビアーゼの回答は適切ではなかったと考えている。フェルスタッペンはルイス・ハミルトン、メルセデスとの攻防の際、ハミルトンがブレーキングゾーンで動いていると無線で非難した。これに対してランビアーゼは子供っぽいよという言葉で応じた。あれはランビアーゼとしては良い判断じゃなかったねそうラマースは言う。彼はいつも もっと効果的な言葉を使う。そう言わせてもらう。違う意見を持っている人もいるかもしれないが、あの瞬間にマックスを苛立たせたことは、マックスにとっても、そしてレッドブルにとっても利益にはならなかった、マックスが正しかったかどうかはまた別の話だ。しかしランビアーゼは、別の方法でも対処できたはずだよ。例えば、こういうこともできたはずだ。よしマックス。 レースが終わったらこのことについて話そう、とね。私は、あのランビアーゼの行動が、素晴らしいものだとは思わなかった。